午後0時半ごろ、タイ東北部のノーンブアランプー県にある保育所で男が銃を乱射しました。男は銃のほかにもナイフで子供を襲うなどし、31人が死亡しました。このうち23人が子供だということです。逃走した男は自宅で家族とみられる4人を殺害し、自殺したとみられます。警察によりますと男は元警察官で薬物事件に絡み、今年解雇されていました。 警察が詳しい状況を調べています。